て、また待てば行くと中野まで行っちゃうんですね。はい、新宿から中野、三鷹まで行っちゃいます。次はお茶の水、お茶の水、はい、お出口は左側です。行っても、駆け引きのあるだけで行けることはできます。地下鉄の線は乗り換えです。これを乗ると早いです。お茶の水です。電池がもうすぐ切れそうです。やばいですね。どうしますこのお茶の水という電車に。お茶の水です。中央線快速は乗り換えです。乗り換えるとかなり早いんです。安谷、新宿、中野、皆川方面、乗り継ぎの方、1番線からの快速、ご利用ください。ご利用してください。使いましょう。これです。はい。前は、大大色の電車が待ってます。大大色の電車です。黄色から大大色に乗ります。はい。次の快速は17分、特別快速高尾行きです。特別快速ですね。予定は新宿中野方面、快速行きです。申し訳ありませんでした。残念ながら行ってしまいました。あの電車に乗りたかったんですね。残念ながら行ってしまいました。残念というわけで、私はあっち事務所、怖いんですよ、ね、ここはですね、ただ今私のところは中央線というところがあります。はい、中央線はですね、何でしょう、新宿、立川、八王子、高尾、青梅方面行きます。はい、今から乗ろうとする電車は中央線の特快で高尾行きというものになります。はい、なので、17分、ただいまの時刻が私の時で15分です。はい、ここはお茶の水です。お茶の水はこんな駅です。はい、お茶の水はこんな駅です。時間が少しあるので反対側見てみましょう。反対側行きましょう。反対側ですね。おっと、これは総武線です。この電車に乗っても四ツ谷、新宿、中野、荻窪、まあ全部行けるんですよね。三鷹まで行けるだけです。この電車は、はい、そういうことです。ただですね、これは駆け引きなので、時間がかかってしまうんですよ。なので、私はこの電車に乗りません。この電車は、乗らずに、行けるんですけどね、はい、行けるんですけども、乗りません。行ってしまいました。三鷹行きです。はい、行ってしまいました。ですね、実はこれはですね、お茶の水駅はですね、こちらにもこう電車が走ってるんです。はい、いい感じですね。はい、上を見上げるとこんな感じです。どんな感じなんでしょうね。そしてこっち見上げるとこんな感じです。たくさんいらっしゃいますね。電車来ませんね。電車が来ません。電車が来ません。電池がもうすぐ切れてしまいます。電池がもうすぐ切れてしまいます。はい、電車来ませんかね。残念ながらもう電池が切れてしまいそうです。私の命ももう切れそうです。なのでちょっと、いい感じですね。まもなく1番線に中央特快高尾行きが参ります。はい、危ないですから黄色い線までお下がりください。お下がりください。お茶の水は、これが黄色い線です。これが黄色い線です。これより流れ入りましょう。いけません。電車来ませんね。あ、来ましたね。来ました。これが中央線です。しかもこいつは高尾駅です。中央都会、中央都会スペシャルです。スペシャル、スペシャルな電車です。はい、ここで回ってきます。いい感じですね。こんな感じです。はい、ではですね、乗ってみたいと思います。はい、これが中央特快です。中央線ですね。中央線、お茶の水で車中泊の内容をご注意ください。今から挑戦乗ろうと思います。各駅停車乗り換え2番線側でお待ちください。乗りました。はい、この電車は、高尾駅。この電車は出発から歩いて行ってもこの電車です。1番線ドアが閉まります。電池が切れます。切りたいと思います。さよなら。僕のカメラ電池が切れました。